はい、皆さんこんばんは。今日もですね、前回に引き続きアイラモルトを一つ飲んでまいります。はい、皆さんこんばんは。クレイジーバーテンダーのケンです。今回なんですけども、アイラモルト、それも非常に飲みやすいウイスキーとして有名なボトルを一つご紹介してまいります。それでは早速登場していただきましょう。こちら、じゃじゃーん。こちらブナハーブン12年でございます。よいしょー。というわけなんですが、こちらのボトル皆さんはご存知でしょうか。アイラモルトウイスキーの中ではそこまでメジャーな存在ではないかと思うんですが、アイラモルトの中でも癖がなく非常に飲みやすいウイスキーとして知られた存在となっております。それでは本日もこちらのボトル飲んでいく前に簡単にご説明してまいります。こちらのブナハーブン、ご存知の方も多いかと思いますが、スコットランドはアイラ島に蒸留所を置いて生産されるシングルモルトウイスキーになります。こちらの蒸留所、1881年に創業した後、長い間ブレンデッドウイスキー用のヘビーピートの原酒のみを生産し、カティーサークやフェイマスグラスなどの原酒として使用されていましたが、創業から100年近く経った1979年に初めてブナハーブンとしてシングルモルトがリリースされました。こちらのボトルはノンピートタイプのシングルモルトだったため、アイラ島のウイスキーではありますが、優しく飲みやすいウイスキーとしてその名が知られ、特にアメリカ市場では根強い人気を誇ると言われております。現在こちらの蒸留所では 90% がノンピートタイプの麦芽、10% がヘビーリピーテッドタイプの麦芽を使用しております。こちら仕込み水は蒸留所近郊から取れる湧き水を使用しておりますが、地層に含まれるピートの影響を受けないように地下パイプを使用して運ばれます。このピートを含まない仕込み水が、ブナハーブンの風味を保つ上で大切な役割を果たしていると言われております。また熟成には主にバーボンタルが使用され、その他シェリーダルなども使われております。それで今回飲んでいくこちらのボトルはブナハーブンの12年熟成のレギュラーボトルになりまして、熟成には主にバーボンダルが使用されております。またこちらのボトル、ウイスキー評論家からは、アイラモルトではありますが、ハイランドモルトのように癖がなくバランスが整った風味が楽しめると評価されております。アルコール度数は46度、価格はアマゾンにて4500円前後で取り扱いされております。アイラ島のシングルモルトの中でも非常に飲みやすいと言われることが多いこちらのボトル、果たして味わいの方はいかがなものでしょうか。それでは本日も早速飲んでまいります。レッツはい、それではお待たせいたしました。まずはこちらブナハーブン12年のストレートをご用意しております。それでは早速色合いの方から見てまいりましょう。こちらのボトルは冷却ろ過をしていないタイプなので、透明感はそこまで感じず、色合いもしっかり濃い琥珀色をしているかと思います。さあ、続きましてこちら香り立ちの方を見てまいりたいと思います。わー、全体的にやっぱり甘さが際立つ香り立ちかなと思います。まずバニラ香がしっかりと主張してきます。あとレーズンの香り立ちもしっかりと捉えることができるかなと思います。こちらグラスを鼻に近づけると少し鼻につくようなアルコール刺激感があるんですけども、その他ね、全くピート香ですとかスモーキーさをね感じられないので、嗅ぎ心地は非常にいい方かなと思います。あと黒糖ですとか蜂蜜のようなフレーバーも捉えることができるかなと思います。やっぱり甘さが非常に際立っているかなと思います。それでは早速味わいの方を見てまいりたいと思います。いただきます。わー、これは久しぶりに飲みましたけど安定の耳でございます。やっぱり非常にバランスが整っているっていう印象ですかね。こちら味わいに関しては、まずはですね、舌にのせるとバーボンダル由来かな、バニラ風味の甘さが一気に広がって、で喉を通すとやっぱり少し塩気、そしてピート感がねちょっとだけ顔を出すかなという感じです。アルコール度数46度あるんですけども、舌触りは非常に柔らかくて、まずねやっぱりファーストアタックで甘さがブワッと広がるので、飲み口はね非常に優しくて、いわゆるねアイラモルトピート感が
が強かったりスモーキー感が強いようなアイラモルトとは全くね違う方向性を言っているようなウイスキーかなと思います。うん、それでまたこの余韻で感じる塩気が非常に心地よく続くような感じですね。それでは少し加水をしてまいりましょう。それでは加水後の香りの変化見ていきたいと思います。わー、そうですね、加水すると、いわゆる他の香りの要素が出てくるような感じはないですが、全体的に香り立ちは強まっているような印象ですね。バニラ粉、そしてレーズン、黒糖ですとか、蜂蜜のような、甘さが主体の香り立ちが非常に強まっているような印象です。それでは最後加水後にもう一口飲んでみたいと思います。いただきます。僕これ今日久々に飲んだんですけど、完全に僕個人的に好きなやつですね。もともとねストレートでも飲みやすい一杯ではあるんですが、加水するとさらにね甘さだったり塩気、そしてほんの少しのピート感が楽しめるような一杯に仕上がっているかなと思います。確かにねこれ香りを嗅いだだけでは全くアイラモルトとはわからない一杯かなと思います。それでは最後こちらブナハーブン12年を使って、ハイボールの方を作っていきたいと思います。失礼いたしました。それでは最後こちらブナハーブン12年でハイボールの方を作ってみました。それでは早速飲んでみたいと思います。いただきます。わー、ハイボールにしても美味でございます。こちらねストレートで飲んだ時もちろん甘さ主体ではあったんですけども、若干、ピートと、塩気をね感じることができたんですが、本当にかすかに感じる程度だったので、ハイボールにするとちょっとぼやけてしまうかなと思ったんですが、飲んでみるとね全然しっかり楽しめるんじゃないかなと思います。アルコール46度ありますので、炭酸負けする感じは一切ないですし、飲み口はね甘さが主体ではありますが、余韻でかすかにピート粉、そしてスモーキーさが感じられる一杯かなと思います。本日も美味しく頂戴いたします。はい、それでお疲れ様でした。今回はこちらブナハーブン12年を飲んでいったんですが、いかがでしたでしょうか。こちらのボトルストレートで飲んでいった感想としましては、バニラ風味と蜂蜜のような濃厚な甘さが主体ではありますが、余韻の部分でピート、そしてわずかに塩気が感じることのできる一杯かなと思いました。こちらハイボールで飲んでも崩れることなく、甘さをしっかりと感じ、飲み込んだ後に鼻を抜けるように若干のピート、そして塩気を楽しめる一杯かなと思います。前回僕の動画で取り上げたブルックラディも飲みやすいアイラモルトとして有名ではありますが、完全にピートやスモーキーさなどは一切感じないので、どちらかというとこちらのブナハーブの方がこれからいろいろアイラモルトを試してみたい方にはおすすめできる一本かなと思います。こちらのウイスキーは酒屋さんなどではあまり見かけないボトルではありますが、バーなどでは扱っているところ多くありますので、見つけた際はぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。はい、というわけで今回は以上になります。こちらの動画気に入ってくださいました方は高評価、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。またねー。Thank you.